バンダリズム車両 Z を反社会的行動は、既存の規則に対する挑戦的な態度が最大の特徴である。原因として、行為障害、パーソナリティ障害を挙げることも少なくない。アメリカ精神医学会の DSM では、継続する反社会的行動を、反社会性パーソナリティ障害、世界保健機関の ICD では、 会60.2社会性パーソナリティ障害としている。行為障害である場合には、反社会性パーソナリティ障害は除外される。成人では、政治、宗教などの信条に基づいて、周囲の社会に対して、反社会的な活動を展開するなどのケースもあり、青少年の場合と一律には語れない。青少年の場合、これはその社会の法律や習慣、社会規範に明らかに反し、 逸脱しているとされるような行為のことで、犯罪行為、少年飛行に類した行為のことを言う。類したもので、非社会的行動、高社会的行動、トゥレッド障害などの神経性周壁などがあり、これらと区別して、特に他者に迷惑、危害、不安を及ぼすようなものから、飲酒、喫煙、家出、盛り場徘徊、不純異性交流、薬物乱用、 姿勢などまで被害者が明確ではないものまでを言う。多いものは、盗み、暴力、退学、家出、放浪、虚言など、被社会的、抗社会的行動に対して、これは、対人、社会的関係を壊すものとして区別される。非社会的行動は、対人、社会的関係を回避し、抗社会的行動は、逆にそれを求め執着する傾向が強い。 反社会的行動の出現は、児童期の注意欠陥、多動性障害と重なって出てくる場合、また青年期の第二反抗期に一時的に親や大人たちからの独立心の現れと相まって一時的に出てくる場合などがあるが、深刻なものは、それが障害にわたり継続していくケースである。そういうケースの背景としては、特に男性の場合、ジェンダー問題、親からの虐待、とりわけネグレクト、 貧困、社会的に恵まれない、生育環境などがあると言われる。これは、日本でも、欧米でも共通で、欧米の場合、さらに社会的なマイノリティの出身であることなども影響するという指揮者もある。ただし、これには、公安関係者のバイアスだとする声もある。日本では、生産に全く関与せず、社会の負担となるだけのニートや、生活保護受給者や、ホームレスなども、 労働者から感情的に反社会的存在とみなされている。そのために就職活動をしても履歴書上の空白期間を理由に門前払いされてしまい社会復帰が難しくなっている現状がある。行為障害疫学も参照行為障害を原因とする反社会的行動は自動青年期において最も多く見られる精神と行動の問題である。英国国家統計局によれば 1999から2004年にかけての5から16歳における、後遺障害有病率は5%であった。2004年の英国調査では、非行によって児童保護プログラムに登録された子供の約40%に、後遺障害が確認された。後遺障害を持つ子供の50%ほどが、その後に、反社会性パーソナリティ障害が形成される。後遺障害は、 児童青年が児童青年精神保健サービスに紹介される最も一般的な理由である。英国では児童総合診療医への受診者の30%は行動問題についてであり、地域児童保健サービスへの受診者の45%は行動問題について、小児科外来受診の28%は精神問題についてであった。社会への復讐を目的とした。 犯罪行為を未然に防止する対策としては、その子の置かれている不利な生活環境の改善と、すでに学校を卒業としていれば、適切な雇用機会を提供すること、またその子に支持的な環境、その子を授業し、助言できるような人間関係、言い換えれば、ポジティブな仲間集団を周りに作れるよう努めることが有効だと言われている認知行動療法は、 反社会的行動への対応において効果性が高く根拠に基づいた治療法であるとされる。この種の治療法は個人が社会的状況をどう認識しどう行動するかを変化させることに焦点を置く。とりわけ特に攻撃的な反社会的行動をする。個人は誤った社会的認識をしている傾向があり、これはネガティブな方向への行動結果を招くものである。また、 CBT は青年などにはさらに効果があり、小さな児童には効果が劣ることが判明している。CBT の一種である社会的問題、解決力トレーニングは個人がどのように社会的環境を考え、その結果どう振る舞うかを理解し修正していくことを目的としている。このトレーニングでは順を追ってセラピー外で起こる問題への潜在的な解決法を評価する技術を学び、 さらに物理的暴力を避けてポジティブな問題解決法を作成し、紛争を解決する方法を学ぶ。ありがとうございます。